はい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 。あれなんなん？ほんまに。マジで。今まで、采配とか、あんまり安倍さんの采配とか、批判してないんですよ。っていうのは、新人監督で、まあいろんな、ことを試してるだろうし、そういうことをね、思ってたんでね。僕、あんまり批判してなかったはずなんですよ。ただ、今日の采配に関しては、マジで、まあ、クソというか、ちょっと意図がわからないんですよね。どういう野球をしたいのかとか、どういうふうに点を取っていきたいのかとか、そういうのが、ちょっと意図がわからないんで、今日はちょっとね、本当に、初めてかな、安倍監督の采配を、ちょっとね、批判させてもらおうかな、というふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日ですね、先ほどありました、ジャイアンツ対ホークスの試合解説やっていこうかなというふうに思います。はい、今日はですね、まあね、あんまり、点が入ってない。まあ2対0というところで、まあジャイアンツ敗れたんですけども、まあこの試合展開もまあもちろんなんですけども、まあ今冒頭でも言いましたけども、すべてはまあ6回裏のジャイアンツの攻撃っていうのが、鍵というかね、キーだったんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、まあ、後で詳しく振り返ってはいくんですけども、ちょっと擁護できないというか、どういうふうに考えてサインを出したのかなっていうのが、ちょっと僕の野球脳というか、頭では理解ができないんですよね。で、まあ、いろいろね、想定されたこととかをちょっとお話ししていこうと思うんですけども、ちょっとね、それでも、擁護しきれないというか、ちょっとこう、どういう意味か僕にはわからないっていうところがあるんで、ちょっと皆さんにね、今日一緒に、考えてもらいたいというか、皆さんも思ったこととかをちょっとコメント欄で、投稿してもらいたいなっていうふうに思ってます。はい。でですね、今日の一言目も言わせてください。こちらですね。ホークス打線を、まあ、2点というところで封じたのは、まあ、良かったと。ただ、6回裏の、ジャイアンツの攻撃で、まあ、終わりと。流れが切れましたよっていうお話なんですけど、まあ、やはり、まあ、バントとか自己犠牲っていうのを大切にしてるというのはね、就任当初からおっしゃってて、まあ、それはわかるんです。わかるんですけども、今日の采配に関しては、ちょっとマジで何を考えてんのっていうところがあったんで、ちょっとね、そこを重点的に今日ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。じゃあ、まず得点シーン振り返らせてください。はい、今日2対0で、まあ、どちらもね、ソフトバンクの点数になってます。5回表に先頭の栗原選手がホームランを打ちまして、1点と。で、7回表、ワンアウト満塁から柳田選手のショートゴロの間に1点というところで、まあ2対0と。ジャイアンツは、まあチャンスをね、何回か作るもののですね、あと1本が出ないというところがありまして、まあ、今季8度目かなっていうところの、まあ何回やられてんねんって話なんですけど、まあ完封負けと。いうところになっております。じゃあちょっと右側でね、特に6回表の、6回裏か、6回裏の攻撃というところを重点的にね、見ながら、解説していきたいなというふうに思ってます。はい、まず、解説していく前にですね、今日の、まあ、キーになるところというかな、そういったところをお話ししていきたいんですけども、やはり、まあ、ソフトバンク、非常に打線が厚いと。めちゃくちゃいい打線というところで、まあ、特にですけども、3番、4番、5番ですよね。どう考えてもね。柳田、山川、近藤。このあたりをどうやって抑えるか。特に今日の攻め方なんかを見てると、すごく、山川選手に対してね、インサイドのボールを使ってまして、すごく意識させてるなっていうのがありました。で、反対にソフトバンクなんですけども、ソフトバンクのピッチャーが、先発がね、有原投手で、立ち上がりというか、序盤ぐらい、中盤ぐらいまで、ね、全然調子は良くなかったと思うんですよ。で、特にフォークボールという球種がですね、めちゃくちゃコントロール悪くて、非常にこう、とんでもないボールを投げてたりしたんですけども、それをね、うまいこと甲斐さんが、甲斐捕手がですね、悪いボールなんだけど、それをあえて使いながらね、多くサインを出して、フォークボールを投げさせることによって、コントロールを安定させてたっていうところがあったんで、非常にバッターからしたら、まあ、フォークボールコントロール悪いんだったら、ああ、じゃあそのボールもう来ないだろうから消してしまおうというかね、自分の選択肢の中から消してしまおうと思って、そういうふうに普通はするんですけども、それをね、わかりながら、カイさんはね、こう、いっぱい出して、フォークを出して、
投げさした上で修正させてというところがあったんで、非常に、ジャイアンツの打線からするとですね、その、蹴ってるボールがなかったというか、うまいことこの球種を全体的にうまいことまんべんなく使って、相手を翻弄してたんじゃないかなっていうふうに僕思いました。はい。で、その流れですね。まあ、一回表ですけども、今さっき言いました。山川選手に非常にインサイド行ってましたねっていうお話しましたけども、まあ、この、ツーアウト一、二塁っていう場面で、まあ、山川選手、まあ、空振り三振取るんですけども、非常にね、初球から4球目までかな。4球目までシュートボールでインサイドガンガン行くんですよね。で、それで結果的に最後ね、まあ、カットボールの外のボールで三振取ったっていうところで、やはりまあ、この攻めを見てても、まあ、特に山川選手というところをしっかりこう今日封じようというかインサイドを攻めて意識させていこうっていうのがねすごく見て取れてたんで、多分おそらくまあ試合前のミーティングであったりとか、あ、もしかしたら試合中ももしかしたらサイン出てたかもしれないですけども、非常にね山川選手をどう抑えるかっていうところを非常にね、意識してるんじゃないかなっていうふうに今日思いました。で、次、3回裏なんですけども、まあ、ヘルナンデス選手はね、今日、初めてスタメンで出てきて、すぐ、ヒット打ちまして、で、ノーアウト、一塁という場面で、泉口選手が、セカンドゴロ。で、ワンアウト一塁で山崎選手がバント。で、ツーアウト一塁。で、丸選手がファーボール。で、ツーアウト一、二塁で、オコエ選手がサードゴロってところなんですけども、ここも、先ほど、有原選手がね、フォークボールがとんでもないワンバン投げてましたよというお話しましたけども、この辺あたりからね、フォークボールがちょっと制球がね、良くなりだしたんですよ。それは、やはり先ほど言ったように、カイさんがいっぱいこう、悪いんだけど、しっかり投げさせて、調整させたっていうのがあったんで、逆に相手からしても、フォークボールあんだけコントロール悪いからないやろっていうところで、結局これもね、このサードボールもフォークボールで打ち取られてるというところがあるんで、非常にね、カイ選手非常にナイスリードだったなというふうに思います。で、次4回裏ですけども、まあ、4回裏、先頭ね、これ吉川選手、またこれ、先頭出るんですよね。レフト前ヒットで出ますと。で、ノーアウト1塁で岡本選手が、まあ、空振り三振をしてしまうんですけども、これをね、まあ、いわゆる三振ゲッツーですよね。三振をして、で、シールをしたランナーを、まあ、キャッチャーが刺してというところで、三振ゲッツーを捉えてるんですけども、これも、簡単にやってるんですけども、フォークボールのワンバン、ショートバウンドを、体で止めずに、普通に捕球して、二塁にしっかり送球して、ダブルプレー取ってるんで、これね、簡単にやってるように見えるんですけども、やはりすごく高度な技術でね、うん、まあ、カイさんを褒めるばっかりになってしまうんですけども、非常にね、素晴らしいキャッチングと、スローイングだったな、というふうに思います。やっぱこういう三振ゲッツーとか、まあ、ライナーで飛び出してゲッツーとか、まあ、普通のダブルプレーもそうですけども、やはりそういう、ダブルでアウトを取られるっていうのは結構流れが変わったりするんで、特にこれ岡本選手なんで、まあ三振はないだろうっていうところでシールをかけてるんですけども、そこで三振をしてしまってアウトになってるわけなんで、まあ二重でね、ダブルショックみたいなところで与えられてるっていうところがあるんで、非常にね、まあ甲斐さんのいいプレーだったなというふうに思います。はい、で次、5回。表ですね。これも先頭の栗原選手にまあホームランを打たれてしまうというところなんですけども、まあこれね、初球スローカーブ行ったんですよ。83キロぐらいの、80キロ台のスローカーブ行きましたと。で、大体バッターって遅いボール来た後って、大体速いボールでしょっていう風に待ってることが多いんですよね。で、そこで、まあその待ってるだろうっていうところなんですけども、まあインサイドのまっすぐを要求して、待ってても、この、なんて言うんだろう、緩急差があったら打ち取れるだろうっていうところで、まっすぐを投げに行ったと思うんですけども、それがね、インサイド構えがそれ真ん中に入ってしまって、それをね、ホームラン打たれるっていうところで、まあ、栗原選手もね、さすがに、さすが待ってるボールをね、まあ、しっかり打てたっていうのもそうだし、80何キロのボールぐらい、140後半のボールを打ったわけなんでね、そういったところで、一発で仕留められる能力っていうのは、さすが、栗原選手だなというふうに思いました。はい、で、次、6回表ですね。ここ、まあ、2アウト満塁で、まあ、打ち取った場面なんですけども、これも、まあ、ワンアウトから柳田選手がライト前うまいこと打ちましたと。で、ワンアウト一塁から山川選手、サードライナーね。これもすごくいい当たりだったんだけど、まあ、序盤にね、あんだけインサイド行ってるんで、多少ね、多分ね、ポイントはずれてるはずなんですよ。で、それでサードライナーっていうところ。で、2アウト一塁から近藤選手にライト前ヒット、しっかり外のボールをね、シュートボールだと思うんですけども、引っ張って、ライト前打たれると。で、2アウト、1、2塁で、栗原選手、フォアボール。このフォアボールも非常に大きかったと思います。
大きかったっていうのは、ソフトバンクさすがだなと思って、まあ今日もね、いい打者いっぱい揃ってるんです。いい打者揃ってるのはみんなわかってると思うんですけども、やはり、まあコンタクト能力っていうのももちろんそうなんですけども、すごくいいなと思ったのが、ソフトバンクの打線を見てね、やっぱり低めのボール球を振る人が少ない。うん。この栗原選手のフォアボールもそうなんですけども、非常にいい高さに投げ抜いてるんです。なんだけど、それがね、やっぱピタッと止まるんですよね。バットがここまで返ってこないんですよ。だから、ストレートというか、ストライクゾーンに来た甘い球をしっかり捉えて、ストライクゾーンから外れたボールはしっかり見逃すっていう、めちゃくちゃシンプルなんですけど、ちゃんと当たり前のことができてるんで、バッター有利のカウントに持ってきたりとか、相手が取りに来たボールを、まあ、もともと持ってるコンタクト能力とか、パワーでしっかりヒットを打つってことができてるから、こんだけ点取れるし、強いんだと思うんですよね。で、ツーアウト満塁で、まあ、今日、初めての一軍だったと思うんですけども、広瀬選手ね、まあ、サードゴロに打ち取って、まあ、坂本さんのランニングスローで、まあ、ファーストリクエストありましたけど、まあ、ギリギリアウトっていうところで、まあ、まあ、広瀬選手は、まあ、まだまだ経験もね、浅かったりとかしますけども、まあ、非常にパワーヒッターなんだろうなっていうスイングはしてるし、まあ、まだね、まあ、一軍でバリバリやれるかって言ったら、まあ、ちょっと厳しいというか、まだまだ、経験は足りてないなっていう感じはするんで、まあ、このバッターがね、まあ、今日、まあ、カモになってくれたというか、まあ、なんて言うんだろう。ジャイアンツからしたら、打ち取りやすいバッターになってくれたんじゃないかな、というふうに思います。で、次が6回裏ですね。ここですね。ちょっとここすみません。長くなります。はい。まあ、ここ、ちょっとね、振り返っていきます。はい。ピンチヒッター、まず竹岡さんがフォアボールを選ぶんですよね。非常に良かった。で、ノーアウト1塁で丸さんというところで、まあ、5球目、チェンジアップ投げた時にシール、立岡さんのシールを決めますと。あ、それも非常に良かったですよね、ここまで。で、丸さんがここで、セカンドへの内野安打打ちましたと。で、ノーアウト1、3塁という絶好のチャンス作りますと。で、この場面はですね、まだ今1対0というところで負けてますと。ただ、やはり、ジャイアンツからしたら、まずは1点欲しいなっていうところだと思うんです。まあ、理想を言えば、点は入って、アウトカウントは、ノーアウトのままっていうのが一番いいんだけど、やはりそんな簡単にやらせてくれないというところで、まずは1点が欲しいと思うんです。まずは同点に追いつきたいと思うんですよね。で、もし僕が監督だったらですよ。まあ、これ、オコエ選手、確かに1打席目、2打席目、引っ掛けたゴロを打ってるんです。一ヶ月でゴロで、サードゴロ二つ打ってるんですよ。で、ただ、これね、ここがワンアウトだったら、まだわかるんですけど、これ、ノーアウトなんですよ。だから、結局、オコエ選手、まあ足速いですけど、まあゲッツーになったとしても、一点は入るんですよ。だから、一対一の同点には持っていけるんですよ。で、オコエ選手が例えば、空振り三振とか、浅い内野フライとか、っていうのを浅い、まあ、内野フライとか、浅い外野フライとかを打たなければ、まあ、普通にバットに当てて、ゴロさえ打てば、まあ、大体点が入るっていう、場面になってるんですよね。で、ここでですよね。まず1球目、セーフティースクイズの構え、パーンとしますと。で、ボール球、ボール、ワンボール。で、2球目、もう1回セーフティースクイズ行くんですよ。で、それがファールになると。で、ワンワンなんですよ。まあ、僕、ここで、まあ、ここで、打てのサインだったら分かるんですよ、まだ。だけど、ここです。2球、セーフティースクイズの構えして、バッテリーも、守備もみんな警戒してる中、3球目、もう1回セーフティースクイズはさすがにやりすぎやろと思ったんですよね。で、結果はですね、まあ、なかなかこう、うまい感じでファーストのラインに転がすことができずに、立岡さんが3塁で一瞬スタート切るんですけど、あ、無理やと思って戻るんですよね。で、結果的に、1、3塁なんで、一塁のランナーが二塁に行って、二三塁を作ったっていう形になるんですけど、もうこれが僕からしたらありえないというか、普通に打たさええやんって思うんですよね。例えばこれショートゴロやったとするじゃないですか。で、内野は後ろ下がってるわけですから、ゲッツー体制の場面ですから、もう、一点は入るんですよ。だからこれツーアウトランナーなしというところで、まあ、ランナーはいなくなっちゃったけど、まずは一点取って一対一という場面を作れることができるんですよ。うん。ただ、今日ね、こういうセーフティースクイズをしてしまったことで、結果的にワンアウト2、3塁というところで、またこれヒットが必要になるんじゃないですか。っていうところで、何をやってるのっていう
とこなんですよね。うん。まあ実際、オコエ選手が、例えばこう、バーンって決めてくれたら、まあ、でも僕、決めてても多分言ってると思うんですよね。これ大丈夫かって、これもし失敗してたら、とんでもないことになってたのって多分、僕これ言ってたと思うんですよ。だからここが、完璧にこの、オコエ選手がこのセーフティースクイーズというところで、まあ、三塁ランナー行かずに、二塁に行ったっていうところで、この攻撃で完璧にこう流れがプツンと消えてるんですよ。で、結局これワンアウト二三塁で、吉川選手がセカンドゴロ打ちますと。で、立岡さんがまあ、ゴロゴーで走るんだけど、あ、これ、このまま行ったらアウトになると思って、一瞬挟まれるようにね、するんですよ。一回止まるんですよ。そしたら、広瀬選手がこう、ちょっとだけファンブルして、急いでホーム投げて、あの、まあ、アウトになってしまうんですけど、まあ、これは、おそらく普通にそのまま行ってても、多分、アウトだったと思うんですよね。ゴロゴーなんで、普通のゴロゴーだったんで、ギャンブルじゃないんでね。うん、普通にアウトになるんで。だから、この吉川選手の普通のこのセカンドゴロあるじゃないですか。だから、これを、普通にオコエ選手がもし打ててたとしたら、1点入ってるわけですよ。あの場面で。だから、それが意味わからんなって。で、ツーアウト1、3塁になって、岡本選手がフォアボールでしょ。で、今ちょっと状態が上がってきてる岡本選手がフォアボールで。で、これ、ツーアウト満塁で、坂本選手がね、初球のね、変化球狙いに行って打ちに行くんだけど、結局、ライトフライになってしまって、手入らないというところで、どう考えても、これ、オコエ選手のこのノアと1、3塁のバントがおかしいわけですよ。どう考えても。だって、普通に内野ゴロでも手入るんだから。もしかしたら、1塁ね、オコエ選手足速いから、セーフになってる可能性だってあるんで、それで、点は入るわ。まだワンアウトしか捉えてないわっていう状況を作れるのに、なんでノーアウト1、3塁でセーフティースクイズを普通の野手にさせるのかが、ちょっと意味がわからんというか、うん。マジでちょっと、謎すぎて、ちょっと、なんて言うんだろう。僕も思考停止したんですよ、見てるとき。なんでこれでバントすんのって。ちょっとそれは皆さんね、思うことあると思うんで、ぜひコメント欄で教えてください。はい。で、最後ですね、これ7回表なんですけど、まあ結局、このクソみたいな、攻撃をした後って大体点取られるんですけど、もうこれ典型的なやつですよね。で、ピッチャー船場さんの投手出てきて、で、ワンアウトから、今まで2軍にいた、柳町選手がね、代打で出てきてヒットでしょ？で、ワンアウト1塁から周東選手、センター前。これもね、低い、うまいとこ投げてるんですよ、ゲッツー。まあ、周東選手足早いから、ゲッツーはなかなか取れないかもしれないけど、いいとこに落としてるんですよ。だけど、バットをね、こねないから、バットをそのまま前にこう、返さないから、このままパーンって打つから、センター前ヒットになるんですよ。で、ワンアウト1、2塁で、これ、今宮選手もフォアボール取るんですけど、これもめちゃくちゃいいとこ投げてるんですよ、船橋の投手ね。もうバッターがもう絶対振ってしまうだろうっていうところに投げ込んでるんだけど、先ほど言ったように、バッターみんな止まるんですよ。低めの変化球、バーン止まるんですよ。で、それで結局これフォアボールでしょ？で、このフォアボールがなかったら点取られてないかもしれないけど、やっぱここのフォアボールっていうのは非常に大きかったと思う。で、ピッチャー高梨さんに代わって、ワンアウト満塁というところで、柳田選手はね、ショートゴロっていうところで、まあ1点入るっていうのがあるんで、まあ、結局まあ技術の高さっていう言えばそれなんだけど、この回の周東選手のセンター前ヒットと、この今宮選手のめちゃくちゃいいところにピッチャー投げてるんだけど、フォアボールを取るっていうところが、まあソフトバンクのこの技術の高さというか、やっぱりそれは強力打線って言われてるだけのね、実力っていうのがもう垣間見えたというか、もう多分ね、嫌な言い方してしまいますけど、ジャイアンツのバッターだったら絶対振ってるよ。このフォアボール、これ、今宮選手のフォアボール取ってるやつ。絶対振ってる。けど、それがしっかりやっぱバット意識してるのか、初めからの意識なのか、それはちょっとわからないけど、これをしっかり止めて、ここでフォアボールを取れるっていうのがめちゃくちゃ大きいよね。うん。で、高梨さんも、まあ、すごく悔しがってたけど、もう結局これは高梨さんは攻めれないからね。結局打ち取ってんだもん、こんなんね。うん。で、こんなん、ワンアウト満塁で、ね、打率2位か、パリーグで。そのバッターを抑えろって言われる方が酷やし、そんなん。ね。っていうところで、はい。あ、もうマジで地獄でした。はい。クソみたいな、回の後っていうのは大体点取られるんで、皆さん覚えておいてください。はい。で、まあ、7回、8回、9回とかね、まあ、相手も、やっぱ、いいピッチャー出してくるし、で、こっちも、負けてるんだけど、やっぱ、ね、高梨さんもそうだし、船場さんは高梨、大江、泉っていうね、もう、普通に、これ、連戦あんのに大丈夫かっていう勝ちパターンクラスをね、投げさせてて、
で、結局負けてるじゃないですか。で、最後もオスナ出てきて、カズマフォアボール、坂本さん空振り三振、で、岸田が、463っていうところで、まあやっぱ後半に出てくるピッチャーっていうのはやっぱ力もあるし、コントロールもやっぱ良かったりするから、やっぱ正直、今のジャイアンツの打線でなかなか点取れる、イメージが湧かないっていうのは正直なところで、やっぱりあの6回裏のあの攻撃が全てだったなというふうに思うし、あの1、3塁のあの、セーフティースクイズっていうあのサインが、間違いなく攻撃のリズムを切ったなっていう感じは今日あるので、ぜひね、本当に皆さんの思ってることあったらね、本当にコメント欄で書いてほしいですし、僕全部見てますんで、ぜひね、僕とディスカッションしましょう。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。